せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい。せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。御神、我が名は野上伊之助。平田家の老頭だった。どうかそこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。お主の母に会ったぞ。鈴をもらった。そうか、礼を言う。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。
のある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いや、あの世以来ですね。あの世とは何だ？え？旦那、覚えてねえんですか？ああ。へえ、なるほど。覚えてねえと。なあ、旦那。あっしはあんたに会ったことがある。その頃は賊をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が、銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにちーとばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げましょう。どうです？悪い話じゃねえでしょう。銭だ。旦那、ありがてえ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの世、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、芦名の分家。ちんけな野党なんざ普通は返り討ちですけど、先だっての戦の折だ、若い侍はほとんど出払ってたんでさ、そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた、そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ、あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで？ねえ旦那、お代さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。いただいた銭を元手に品を仕入れてきやす。旦那、楽しみにしていてください。